山ヤギ、新しいもの、面白いもの大好き。みんなに僕が見つけてきたワクワクするものを紹介するよ。山ヤギのナニコレコレクション、今日来たのはこちら。こんにちは、山ヤギくん。藤崎ではこの度本館2階をリニューアルしました。わあ、この新しいフロア、リプレイスは毎日生まれる、毎日見つかるをコンセプトに、体験を通じて五感で楽しめる売り場です。例えばこちらの生活の木では、 AI を活用してその日の気分に合った香りを見つけてくれる香りウム、ワコールでは 3D ボディスキャナーで体を計測できます。セルフサービスですのでお気軽にお使いいただけます。すごい。他にも体の中からきれいにするヘルシーフードや、女性のお悩みにアプローチしたフェムケア用品、セルフケア用品など、毎日に彩りを与えるアイテムを取り揃えています。そしてヘアケアや美容グッズが人気のリファのショップが東北初登場。ぜひチェックしてみてください。バンドホー、またつながるコーナーでは、季節のイベントや注目アイテム、ワークショップなどをピックアップいたします。来るたびに新しい発見、出会いができるのもリプレイスの醍醐味です。なるほど、今日分かったことは、毎日生まれる、毎日見つかる、藤崎のリプレイス、何これ認定。次は何かな。